グラインドボーンハウスグラインドボーンハウスグラインドボーンハウスの内部新劇場グラインドボーン音楽祭はイギリスのイーストサセックス州ルイス近郊のカントリーハウスであるグラインドボーンで開かれるオペラ音楽祭1934年に資産家のジョン・クリスティによって創設され改装工事があった1993年を除いて毎年開かれているクリスティ家が代々主催にあたり 音楽祭委員長の職はジョンから、このジョージ、マゴロガスに受け継がれている。特に、モーツァルトのオペラが有名で、過去の録音が再発売されている。他のレパートリーには、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルやレオシュ・ヤナーチェクのオペラなどがある。また、1980年代に、トレバー・ナンが演出したジョージ・ガー・シュウィンの、ポーギーとベスは、評価が高い。レジデント・オーケストラは、 ロンドンフィルハーモニー還元楽団で、ン・レジデントオーケストラは、エイジオブ・インライトメント還元楽団である。2001年から2013年の音楽監督は、ウラディーミル・ユロフスキであったが、現在の音楽監督は2014年より、ロビン・ティチャーティが務めている。観客の多くは、ロンドンからやってきており、ロンドン市民の夏の楽しみとなっている。公演は、ロンドン市民が、 昼食後に来ることができるように午後から開始され、終演時間も最終列車の時間に合わせられている。また幕合いが長く、その間に敷地の芝生でのピクニックやレストランでのディナーを楽しむことができる。舞台、客席ともに非常にこじんまりしており、歌劇場では味わえない親密さが大きな売りでもあるが、ビゼーやバーグナーのような、本来スケール感が要求されるような演目も、 果敢に上演している。2008年、ライブ録音を発売するために、グラインドボーンレーベルが設立された。モーツァルトのイドメネオやアントニンドボルザークのルサルカなどが発売されている。映画館での上映やインターネットでのライブストリーミングの展開も行っている。ありがとうございます。